ートレースクラッツの開設69周年記念 G1 全日本王者決定戦予選の2日目。また雨がポツポツと落ちてきました。風は今ほぼありません。そのもとに登場したのは予選競争で11レースの対戦メンバー、本番でも6号艇の藤山が動きを見せます。1号艇は東京の浜野谷健吾、2号艇滋賀の丸野和樹、3号艇大阪の湯川浩二、4号艇佐賀の宮地元樹、5号艇埼玉の黒井達也、6号艇大阪の藤山翔太です。飲水機には1号艇、6号艇です。直前の10レースで今日3本目の逃げが決まりました。このレースは1号艇の浜野谷の引戦です。そして本番も2コースまで入ります6号艇藤山翔太。昨日もコース取り動きました藤山、展示タイムは抜けています。2コースに構えています。2号艇は丸野和樹、ここまで外枠の2走結果が出ませんでした。ここはセンター3コースからとなります2号艇の丸野、大きく下げて角4コースが3号艇の湯川浩二。昨日は船券絡みで今日はここ1回走り。5コースには4号艇地元の宮地元樹、そして大外6コースから5号艇の黒井達也。3対3の進入で1コースから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。ほぼ揃っていきました。第11レース角から3号艇の湯川が少し出ていきますが、まくっていきます。3号艇の湯川浩二、インから回る1号艇の浜野への内を刺して4号艇の宮地、さらには内を捉えて5号艇の黒井がやってくる。先頭はまくりました3号艇の湯川。スタートは前提正常でした。3号艇湯川抜け出して2番手はわずかに5号艇の黒井が優勢です。2番手は2号艇の丸野が先取って、これを指して5号艇の黒井、その間を入ってきました4号艇の宮地、内からは1号艇の浜野谷。さあ2番手が大接戦、5号艇の黒井のすぐ内側には1号艇の浜野谷、外からは4号艇の宮地、さらには2号艇の丸野も僅差。2番手は1号艇の浜野谷が先取った。差し込んだ5番、2番、4番です。2番手は大接戦がまだ続く、2号艇の丸野、5号艇黒井、さらには4号艇の宮地が並んで、一歩遅れて1号艇の浜野谷健吾、最後方6号艇藤山翔太、2周2マークトップ独走3号艇湯川が待ったと、4号艇の宮地を回して刺しました2号艇の丸野、外前は5号艇の黒井、2番手は2番と5番、この2人の接戦となりました。2号艇の丸野和樹の外に並ぶ5号艇の黒井達也です。先頭はまくった3号艇の湯川浩二がいち早く最後のバック。さあ2番手争いは2号艇の丸野和樹に続いて5号艇の黒井達也ですが、2号艇の丸野が単独2番手に浮上、3番手が5号艇の黒井で上位体系は3番、2番、5番です。3、2、5、3、2、5の3連単のオッズは 123.7 倍です。先頭3号艇の湯川浩二、続いて2号艇の丸野和樹、3番手が5号艇の黒井達也で第11レース間もなくゴール。3番ゴール、2番ゴール、5番ゴール、1番ゴール、4番ゴール、6番ゴールです。Slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien. Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.